は中華民国の軍人、政治家。軍人としての最終階級は中華民国陸軍一級上昇。中国同盟会に加わり、侵害革命では、三成省での放棄を主導した。中華民国成立後、北京政府から三成特軍に任じられると、軍政を握る一方で省内の近代化を推進した。1927年。 中国国民党の北伐が本格化すると、蒋介石と同盟し、国民政府内で重鎮となった。しかし、権力の拡大とともに省と次第に対立、反省戦争の中原大戦で敗北し、一時下や、している。復帰後も三政省により、日中戦争期には、中国共産党や日本軍と交渉、対立した。最後は、国境内戦で、 共産党に敗北し、台湾へ逃亡している。字は、白川。号は、流池。北京政府時代の遠石山風図封印、チャイナサードエド1883年に、山西省五大県川辺村で氷菓子を兼ねた地主の家に生まれた。1902年、19歳の時に、大元にある国立山西部美学堂に入学している。 1907年7月に日本へ留学し、東京新武学校を経て、陸軍士官学校で学ぶ。日本留学中に孫文と知り合い、中国同盟会に加入した。広崎府標第31連帯勤務などを経て、1909年に陸軍士官学校を卒業して帰国している。帰国後、1910年に朝廷から新軍第43魂盛況。 第86表表等に任命された。しかし、その一方で、同盟会の構成員として秘密裏に、革命派の活動を行っている。そして、1911年の侵害革命の際に、革命派を率いて挙兵、山西省内の新軍を撃破すると、三成軍政府大都督として衰退された。 中華民国成立後の1912年3月、遠征外から正式に山西都督に任命されている。都督に就任すると、遠釈さんは、山西省の軍政領権を握る。当初の遠は、孫文ら革命派ではなく、遠征外らの北京政府を支持した。しかし、1917年の五法運動勃発後、湖南に派遣した。 昇進率いる賛成軍が、五方運動派に殲滅されると、北京政府とは、不足不利の関係を取るようになる。また、保坂安民を唱えて内政に力を入れ、豊富な資源を利用して工業化を進め、賛成省を模範省に育てた。こうして、園は賛成派の指導者として、中華人民共和国成立直前まで、賛成省を、ほぼ掌握し続けた。 1924年、氷玉省が、北京政変を発動した際には、当初中立の姿勢を取ったが、最終的に、氷を支持した。しかし、1925年末頃に、張作林、御配布が、内赤を唱えて、対氷法異毛を形成すると、縁は氷を見限って討伐する側に転じている。氷の国民軍が西北へ退却すると、縁は、 水炎省も掌握し、自軍を進む水軍と称した。その一方で部下の張飛伝を武漢に派遣し、密かに国民政府との連携も確立させ始めている。1927年4月、尺さんは国民政府から国民革命軍第三集団軍総司令に任命され、6月に駅首を公式に宣言した。また、 中国国民党第3期中央執行委員にも選出された。翌年2月からは北京天津方面へ出兵して法天派の軍を駆逐し、大裸英受総司令に任命された。同年10月には国民政府内政部長に任じられている。これにより縁は従来の根拠地山に省だけでなく、水縁、茶春、河北、北平、 天津へと勢力圏を広げたのである。国民政府の北伐完成後から間もなく、反省解析派の軍閥らが、次々と挙兵し、各地で戦争が頻発した。遠釈さんははじめ親、章の姿勢を保っていた。しかし、1930年4月、ついに他の反省派と連合して4月に、陸海空軍総司令を受称し、中原大戦を発動した。 ところが、長学寮が省を支持して、館内に進軍したため、藩省連合軍は瓦解、縁は大連に逃れ、日本の庇護を受けた。1931年8月、三世に戻り、翌1932年3月に、大元水税公所主任に任命されて復権した。1935年4月に、陸軍一級上昇区組を授与され、12月には、 軍事委員会副委員長に任じられている。しかし、翌1936年2月、先制省から統制してきた皇軍に、新水軍は惨敗を喫する。これに危機感を覚えた縁は、反響から、連とも公日路線への転換を表明して、共産党と和解し、9月には、犠牲級国同盟会を成立させた。翌年、 日中戦争が勃発すると第二戦区司令長官金山西省政府主席として日本軍に退治する。遠釈山の地盤は日本軍、国民党中央軍、共産党軍の進出で動揺した。1939年には勢力を増大させた共産党軍との間で衝突も起きる。1941年9月には日本の 大白工作を利用して、現地日本軍と停戦協定を締結し、兵力を温存した。1946年から始まった国境内戦では、賛成軍に加え、残留した日本兵の部隊を使い、中国人民解放軍と戦った。しかし、縁は、次第に劣勢に追い込まれて、紹介体源を人民解放軍に包囲されてしまう。 1949年3月、大理相当、理想人が縁を召喚したことも理由となり、飛行機で大元を脱出、南京に逃れた。大元では、娘婿の王、靖国らが残留して、交戦を継続したが、4月24日に、陥落、37年もの間続いた、賛成派の勢力はここに消滅した。1949年6月に、 行政委員長兼国防部長に任じられたが、内戦の劣勢により、公衆を経て台湾に逃れた。この間、香港に逃亡した理想人に代わって、総統代行に就任。1950年3月1日に、紹介席が総統復帰を宣言するまで在職し、1950年3月までに、各職を辞任する。台湾では、総統不支選や、 国民党、第7期、第8期中央表議員を務め、その傍ら反共主義の著述に専念した。引退後は、台北北部陽明山に隠居し、執筆活動に専念。手が不自由になっていたため、第2戦区司令長官就任以来秘書を務めていた、原香里庭に口術筆記させていた。1960年5月23日、 居託で死去。去年78。ありがとうございます。